おはようございます。3日目の最終日の朝です。昨日買った耳栓が効いてめちゃくちゃよく寝れました。いや耳栓結構いいっすね。いや耳栓必須でした。今回の旅で一番必要なものは耳栓だったかもしれない。最終日スタート。さあ今日はここは宿場の湯ですね。なんか宿場じゃなくて宿場らしかった。宿場だった。惜しい。スイカ、今日給たスイカっすね。これ新潟ブランドスイカ。マジでうまそう。驚くほどうまい。甘いって書いてありました。いいね。本当なのかどうか。今日僕は生卵とキュウリですね。さあフジロック最終日です。ね、さあフジロック最終日。今日はオールタイマーズのライムグリーンの T シャツで。この T シャツめっちゃいいっすよね。あざっす。キュウさん焼けたっすね。ほら見て腕めっちゃ焼けてるよ。もう焼けたかな。なんかナミさんちゃんと日焼け止め結構日焼け止めちゃんと塗ってます。フジロック用に買ったノースフェイスの T シャツとノーティカの T シャツ一回も着てないっていう。あ、確かにあのノーティカ、まあ、明日着ようかな、はい、あれかっこいいね。食います、いただきます。卵かけご飯。こうやってたらインチューか。インチューした方がいいよ。朝ごはん食べない。朝寝てない。押し出す感じ。なんて話してるの。風呂入ると生き返る。うま。スーパードライ生ジョッキ。いいね。青がちょっと立ってくれますね。おお。乾杯。今日も天気が最高です。最終日楽しんでいこう。疲労の回復アリナミン、アリナミンチャージ。めちゃくちゃぬるいぜ。さあレバヤン見ていきます。行きましょう。
ところ天国です。次は金子綾乃さんを見てきます。いい感じです。See you. また来年。アリーベデルチ。おやすみなさい。アリーベデルチ。